皆様こんばんは、カズチューブカズラジバージョンです。もうね、2時半回ってるんですよ。最近では結構遅めの収録になってますが、だからね、これアップ終わるのは3時回るね、確実に。じゃあ早めに行きましょうか。今夜もやりましょう、カズラジバージョンスタートします。はい、皆様こんばんは、カズラジバージョンですが、早速ご紹介してまいりましょうね、お便りね。琉球のおりたしさんです。全国的に梅雨明けとなりましたね。そうだね、もう東北も明けましたもんね。そうなると私が観戦予定の7月の10日ホットモットフィールド神戸での花火ナイトが晴れになる可能性が高まり、とてもワクワクしております。夕立がなければいいね。9日土曜日から神戸に入ってゆっくりと神戸で過ごしたいと思うのですが、いいですね。三宮周辺で行くといいおすすめのスポットはありますか？大前さんの好きな場所などがあれば教えてください。カズナーの皆様もおすすめがあればぜひ教えてくださいということなんで、まあ、僕はね、三宮とか神戸近辺を観光地として捉えたことがないんでね、どうなんだろうな。まあ、観光地として神戸らしいというのを味わうのであれば、そうだね、あのメリケンパーク、ハーバーランド、あの辺りの、海の景色、港の景色をご覧になった後に、南京町で、夜ご飯を、食べる、ね、これなんか王道かもしれませんがね、その辺があれかな、僕ら観光地として捉えたことないんでね、ちょっと難しいんだけども、まあいろいろ見るところはあると思いますよ。で、それに合わせましてね、関さんですよ。私事ですが、昨日、今日とホットモットへ現地観戦ということで、今日の夜までは神戸観光をしてきましたということ。ね、それによりますと、北野の偉人館、まあこれはまあ王道ね。布引きの滝、これもいいな。ハーブ園もありますよ。有馬温泉と、いわゆる王道の観光地を巡ってきたのですが、しっかり回りましたね。その道中で36バイパス入り口、あ、出口か、36バイパス出口と書かれたトンネルの出口がありました。あ、見つけましたか。ドライビングバージョンでよく出てくる36バイパスと一人でテンション上がっておりました。そうですか。新神戸駅の出口のところだったのですが、そう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 、トンネルの割には出口が小さくて失礼ながら、地下駐車場の出入り口みたいだなと思ってしまいました。で、あの出口ね、あの一箇所だけじゃないんだよ、いくつかあるんだよ、そのうちの一つなんだね。確かにあの出口は小さな出口に見えますね。そうそう、あの今日もあそこ通って帰ってきましたよ。あの入り口は違うんだよ、出口なんでね。ちょうど神戸から帰るときに、あそこちょうどあの新神戸の、駅のすぐ横の今クラウンプラザホテルのその下の部分から出てきますね。ありがとうございます。北野の偉人館、まあ、そっち山方面に行くのもありだしね、海の方に行くのもありだしという感じでありますな。布引きの滝もそうね、いいね、ありがとうございます。まあ、琉球のおりたしさんに皆さんなんか、ヒントをあげてください、よろしくお願いします。それからですね、ナンバープレートのお話が、いくつかありましたけどもね、谷健さんは、私は兵庫県川西市出身なので、ほぼ大阪府にいるにもかかわらず車とバイクは神戸ナンバーでした。まあ、そうだね、兵庫県だもんね。ツーリングなどで遠出をするライダーさんからよく神戸から来られたんですかと声をかけられ、神戸は遠いし馴染みがないから大阪って言いたいけど、兵庫県民やしなと思いながら、説明がめんどくさいんで神戸出身という返事をよくしていました。これは大阪との県境に住む兵庫県民あるあるだと思います。まあ、確かにね、川西と神戸って違うんだよね。宝塚なんかも神戸ナンバーなんだけども、ちょっと神戸とは違うもんね。そうだな、だからあの辺はあの県をまたいで本当だったらさね、あの川西、池田、箕面、豊中、吹田あたりはちょっと一つの、ナンバーで作ってほしいなと思っちゃうよね。そんな感じがしますね。よくあの神戸出身って、あの兵庫の南部の神戸以外のエリアの方々が、
よく神戸出身でもう片付ける方いらっしゃいますよね。違うやん、加古川やんっていう人もいらっしゃいますね。そうそう、昔ある女性デュオが神戸出身とかって言ってましたけども、高砂やんって僕ら突っ込んでましたけどもね、別に加古川や高砂をバカにしてるわけじゃございません。神戸ではないということを言いたいだけなんでね、ありがとうございます。まあそういうふうにもうめんどくさいんで、高砂って言ってもどのあたり、加古川って言ってもどのあたりっていうのめんどくさいもんね、言うのね。明石と姫路の間みたいな感じで、その明石と姫路がよく分かんなければ説明になりませんし、まあ、神戸と言っとけばまあいいかみたいなところはありますわね。ありがとうございます。ユミさんです。私も神戸に住んでいますが、神戸でもいろんなナンバー見かけますね。正直、神戸に観光に来てどこ行くんだろうと思ってしまいます。さっきは神戸の観光地を教えてという話があったんですが、まあ、地元にいるとね、確かに観光どこ行くんやろと思っちゃいますよね。住みやすいいいところなんですけどもね、ということで、そうですね。そのユミさん、禁断の野球の話、メジャーといえば、大谷選手の試合で乱闘ありましたね、マリナーズ戦ね。大谷選手を止めに入っていましたが、その大谷選手を守る一平さん通訳ね、が素晴らしいと思いました。体張ってましたね。ありがとうございます。それからですね、一郎剛一さんです。先日車の購入にディーラーさんに行った時に好きなナンバーを指定しますか、番号ね。その前のさ、例えば神戸359他の、ここまでは選ばれません。選べません。その後の数字ね、大きな数字ですね。4桁もしくは、好きな最大4桁か。数字選べるんだけどもね。人気の、ね、ナンバープレートは、あれ、抽選なんだよ。ね。数字ねえと思って浮かんだ番号は34と18ぐらいなので、変な番号でなければ特にないですと答えました。これ、変な番号になる可能性はあるんだよ。なんていうのかな、指定しなければね。翌日出勤途中に改めて近所の車を見ますと、指定してのかなという番号をいくつか見かけました。指定してのかなという番号をいくつか見かけました。2525かっこニコニコ、あれ不幸ですか。那覇那覇とか、5775のような、対象ね、シメトリーもいくつかありました。本当にそれが指定した番号なのかわからないですし、それ以外にもその方にとっては意味がある番号もあるんでしょうが、散歩の楽しみになりそうですということ。なるほどね。僕はある一つの、区切りのいい3桁の番号なんです。僕の車はね、ずっと歴代で、それは選べるようになってから全部それにしてる。で、昔まだ番号は選べない時に、今でこそナンバープレートの番号を選べるんですが、昔選べなかったのは本当に運だったんだけどね。その時に、1999年に僕が車を買った時に、柳瀬さんの担当の方が、お前さんいい番号取れましたよということで持ってきてくれた車が、希望番号取れない時代ね、ある3桁のちょうど区切りのいい番号だったんですね。以降僕はその番号にずっとしていますね。はい、ありがとうございます。それから竹富さんは神奈川県民ね。神奈川県は横浜、川崎、相模、湘南の4つがあります。横浜ナンバーは横浜だけではなくって、鎌倉や横須賀も横浜ナンバーです。おー、なるほどね。横浜ナンバーは人気が高くて、他の地域に住んでいるにもかかわらず横浜ナンバーを取得するために名義変更手続きをする人も多いんで、そういう手続きを仕事にしている業者もいます。おお、なるほどね。まあ相模ナンバーは相撲ナンバーとからかわれることもあるので、横浜ナンバーに従う人の気持ちはわからないでもありません。相模と相撲って似てますよね。昔有名な話である局のアナウンサーがね、ニュースの原稿で東海大相模という、高校あるでしょ。で、原監督の母校ですよ、東海大相模、を東海大相撲と呼んでしまったアナウンサーがいるという話を聞いたことあります。まあ僕はそれが、本当の話なのかどうか知りませんが、逸話として残っております。はい、ありがとうございました。
それからナンバープレートネタはまだあったな。結構ナンバープレートネタでね、みんな送ってくださってはいるんでございますが、ですね、どなただったかな、なんか要注意の番号っていうのが昨日あったでしょ。まあそこはちょっと運転が荒いからかなっていう話があったんだろうけどもね、どなたかだったかな、あったんだよ。なんかこのナンバーには注意してくださいみたいなね、ナンバーがあるという話をね、しておりましたが、チョビ五一さんだ、この車には気をつけろといういわゆる当たり屋ナンバーが記載された用紙が会社で回ってきました。ああ、職場でね、確か関西方面のナンバーが多数を占めていたような気が、実際にお目にかかったことはないのですが、一時期話題沸騰でした。なるほどね。ほう。僕もそんな話は聞きました。局にいた時にこんなナンバープレートの、車が、なんか最近当たり屋として横行してるんで注意してくださいみたいなね、警察からの注意は、受けたことがありますけどもね、そういうことで放送してくださいみたいなことありましたけどもね。はい、ありがとうございます。てなわけで、あと月の和牛さんです。確かに関東の半袖シャツ率は少ないかもしれません。僕が昨日、関東のサラリーマン、ビジネスマンの方は、夏でも長袖のワイシャツを着てらっしゃる方が多いという話をしたんだけども、やっぱりそうみたいね。関西はみんな半袖が多いんだけどもね、関東に行くと、東京に行くと、結構真夏でも長袖なんだよな、という方がいらっしゃいますよね。ありがとうございます。それから、岡本慎さん、サラリーマン単身赴任35歳野球好きありがとうございます。連日連夜カズラジバージョンを寝る前もしくは寝ながら聞くのを、ライフサイクルにしております。ちょっと今日遅いね、ごめんね。野球あるいはオリックスさんが好きなんですが、個人的にはこのカズラジバージョンを一番楽しみにしております。珍しい方です。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ということでね、こちらもよろしくお願いします。ということだわね。はい。というわけで、ひで救急さんが、毎回これ今、配信の回数数えてくださってて、この前の、昨日のカズラジが1570回目。ということは、今日ちょっとたくさん撮ったんでね、1575ぐらいいったのかな。また教えてください。というわけで、遅い時間でございます。遅い時間よ、もう3時前だよ、もう。明日僕は東京に移動します。午後の便で伊丹の空港から羽田へ向かっていく。ちょうど同じような時間にね、チームがおそらくは札幌に向かう便に乗るんだよね。空港できっと、団体さんと鉢合わせになるような気がするんだけども。さて、明日は野球がないゲーム、日でございますけどもね。というわけで、僕は明日また東京から、カズラジバージョンをやろうと思いますが、僕はね、金曜日朝早いんだ。ね、6時集合って言うと5時過ぎに入るから、僕の、やり方としてはね。あんまり眠れないね、明日も。だから今日今から早くこれをアップして寝ますね。というわけで皆さん、夜中の話してごめんね。大体皆さん昼間聞いてるんだけども。そんなわけで、神戸観光、琉球の折立さんに教えてあげてください。僕は、まあ、海に行って、神戸っていう感じを味わってもらって、ね、南京町で中華を食べてもらって、まあ、それでなんとなく神戸というところは抑えられるんじゃないかな。まあ、それだけじゃないけどね、本当だったらその三宮以外の神戸で楽しいところもいっぱいあるんでね。あれなんだけど、また車があるかないかでまた違ってくるしね、と思いますが。というわけで、じゃあまた明日ということですね。じゃあまたね、おやすみなさい。みんな今活動中か。